はいどうも、こんばんは。今日今から、コラボします。で、オズマイクロフォンくん、名前がオズマイクロフォン。ラップやってる子なのかな。この前の喧嘩バトルロイヤルに行った時に話しかけてくれた子で、ファンですって言ってすごい熱く俺に語ってきたのね。写真、一緒に写真撮って、すごい大ファンですって言って、なんか夢のようですって言ってさ、なんかそこまで言ってくれた子だから、まあコラボしてもいいかなと思って。で、その子も YouTube 一応やってるんだけど、まあ多分ラップの音源しか多分載せてないのかわかんないけど、まあ一応 YouTube やってるっていうことだから、じゃあコラボしようかってことで、でね、今その彼待ってるから、来たら、もう来るかな、多分もう来ると思うんだけど、うん、オズマイクロフォンくんとコラボします。皆さんよろしく。はい、そろそろオズマイクロフォンくんが、来ると思うんでね、ちょっとこのまま待ちましょう。うん、よし。まあラッパーってことで、まあ俺もラッパーね、これからラッパーデビューしてやっていくから、まあ一緒の仲間ということで、まあね、いろんな話ができればね、いいよね。喧嘩バトルロワイヤルに応募するぐらいだから喧嘩自慢なのかな、その辺もいろいろ聞きたいよね。どんな子なのか。うん、握手してさ、写真撮ってちょろっと話したぐらいだったから、あんま分かんないんだけど。あれ、来たか。来たです。おい、失礼します。映していいか。はい、大丈夫です。はい、来た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 。ハイソンさんと、夢のようなコラボ、よろしく、はい、よろしくよろしく。ありがとうございます。本物のタイソンさんです。やばいっす。ラッパーのサブライムさん連れてきました。あ、ラッパー。はい、ラッパーなんです。あ、よろしくお願いします。ラッパーなんで、あのラッパーを連れてこようと思って。なるほど。いやいや、本物はちょっと嬉しいです。じゃあ俺の隣来ていいよ。で、いいっすか。うん、どうぞ。両方で。あ、あの、映る、一緒に。はい。ちょっと待って、もう適当に回しちゃってたから。いやいやいや、嬉しいっす。よし、まさかこれで入る。YouTube とか、本とかでしか見たことない人だったんで、僕たちやっぱ青汁王子すごい影響されて、青汁王子叩かれてたじゃないですか。叩かれてるとか勝手になんか言ってただけだよね。あれってきっかけないと知らない。だって俺面識もないし、はいはい、俺が青汁王子に何か言ったこともないし。え、もういきなりですか。そうだよ。やばいっすね。うん、だから俺はいくら言われてても、はい、青汁王子の名前さえ出したこともないし、はいはいはい、興味がないもん。興味がないし、逆に接点もないから。逆になんでそこに目つけたのかなって、すごい知らない知らない、すごいびっくりだった。意味わかんないよね。これもう回ってるんですよ。これ回ってるよ。もう俺のチャンネル別に適当だから、はいはい、いやもう適当でいいんだよ。わかりました。適当にやらせて。そう、名前はオズマイクロフォンって言います。オズマイクロフォン、はい、ね、それラッパー名義。そうです、ラッパー名義で。ラッパー名義で、はい、で、こちらのサブライムさん。え、何、サブライムです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3人映るのがなかなかそうだ。難しい。タバコ吸ってもいいですか。いいよ。それがちょっとね、この前、はい、喧嘩バトルロワイヤルで、はい、ね、声かけてくれて。いや、まさかタイソンさんいると思わないですか。俺ゲスト、はい、ゲスト解説で招かれたんだよ。あ、そうそうそう、なるほど。そう、招待されて、はい、それ言ったんだけど、たまたまね。いやー、マジで、うん、びっくりしたっす。で、まさかその、インスタで普通にやりてると思ってなかったんで、ああ、
でコラボするって聞いてくれるんだけど、うん、マジ偽物と思った。そうそうそう、絶対ご飯こいつ怪しいそうそうそう、インスタでやっとしてたら偽物だろうみたいな感じ来て、はい、そうそう、稼いでてもさ何が偽物だよっつってそうそうそう、いやいや、もうバタバタ電話して偽物かどうか声で分かる俺のフォロワー 1.2 万人いるから、はい、そんなんだったら、いやいや、逆に本当逆にですね、僕がじゃあタイソンさんの名前で作った多分集まるっすね。ああ、そういうこと、はい、集まりさん、結構切り抜きのやつとかでも集まってる、うん、なんか今知らないけど、ツイッターとかでもすごいいたらしいね、偽物が。いや、います、います、います。俺、インスタしかやってないから、はい、よく来るんだよ、ツイッターのなんか送られてきて、これ本物で、はい、本物ですかみたいなさ、はい、本物じゃねえよ、いやいやいや、いますよ。そう、いるらしいんだよね。います。なんで、その知名度ある人とか、やっぱりその一回炎上っていうか人気が出た人っていうのは、もうそうやって偽物がどんどん出回るんで、逆に言うならタイソンさんで1万2000人っていうのが信じられんかったです。俺だから鍵垢つけてる。鍵垢だからね。あ、そうですよ。そうそうそう。で、自分充電切れそうやったんでフォロー頼んで連絡しようと思ったらできなくて。リクエスト遅いから終わっちゃったんですよ。ああ、そういうことね。うん。そうですね。なるほどなるほど。え、ちなみに、うん、どうやってその稼いでるんですか、ね、稼いでる稼いでるのは、いや、すごい気になった。別に、まっとうで。ああ、うん。いやいや、なんかその。アパレルやってたり。はいはい。なんかちゃんと制御で、なんか YouTube でも偽物のブランドを売りさばきようみたいな、うん、出てる、うん、そうそうそう、なんかいろいろなんか切り抜かれたり叩かれてたりするけど、はいはい、うん、まあ普通にまともに制御をやってるよ。へえ、そうそうそう、いろいろじゃないとやっぱそうですよね、ここまででっかくなっていったんで、さすがに制御じゃないと、もっとちゃんと映っていいよ。はい、あります、いただきます。そう、ちょっと距離感がさ、いやいや、あんま近づいたら怖いな触れたらやけどしそうなね、今31だっけ。はい、うん、そうです、ね、出身福岡なんですよ。あ、福岡なの。はい、なんか福岡とかつながりあります。いや、知り合いとかはいるけど、はいはい、あの行ったことはないんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、あと結構仲いいリスナーさんとかでも福岡結構多くて、はい、来てください来てくださいって言うんだけど、はい、いや遠いだろうみたいなそんな気軽に行けねえよみたいな。なかなか、ね、そうですね。そうそう、まあ、勝手にさ、あと北海道の子も結構多いんだよ、はい、で北海道来てくださいとかしょっちゅう来るんだけど、いや、それこそ北海道あの、はい、ラッパー の,、うん、あの MC 菅さんと一緒に歌ってて、うん、ギャグオ君っておるんですか。ギャグオ君ね。あ、わかります。ギャグオ君だって俺のインスタライブ前遊び来てたよ。めっちゃ好きって言ってました。 それこそ昨日連絡取って、うん、え、自分もコラボしてみたいですって言ってます。あ、そうなんだ。はい、あ、繋がってんだ。繋がってます。そう、俺が前インスタライブやった時にギャグ王、そのギャグ、俺知らなくて札幌のギャグ王ですって来て、はいはい、それだけ来たから、はい、なんだろギャグ王って誰だって君みたいな言ってたら、いや、ラッパーやってますみたいな感じで、はい、そうそうそう。で、そのギャグ王くんのイベントに25日出していただいて、うん、そこになんかゲストでジンドッキとか来てるんです。あ、そうなんだ。あ、じゃあもうガチガチにもうラップすごいやってるんだ。そうです。15年ぐらいですか。あ、そんなやってるの。16歳の時からなんで。へえ。で、その、まあ、地元じゃやっぱ下振りナインがすごい有名で、うん、の、その大倉兄弟のお兄ちゃんにすごい面倒を見てもらって、うん、なんかなんとか生き残ってたんですけど、うん、まあその一回結婚して、うん、その縁が切れたんですよ、うん、まあ、みんなと縁切れて、うん、で TikTok やったらバズったんで、まあ、また再開しようと思って。あ、TikTok バズってるの。バズったっていうか、まあなんかその、うん、もう今8アカウント目なんですけど、うん、最初のアカウントはすごいいい感じで。なんで8アカウント目なの。バンされてるの。そうですね、永久バン。あのなんでバンされるの。なんでバンされるの。アナル出したんです。アナル出した。あのちょうど始めた時に下から見ると大体別でも、上から見ると角度詐欺みたいな、うん、それをアナルを映して、うん、なんか分からんようにして、うん、こうやってやるのをやりよって、何回か大丈夫やったんですけど、うん、どっかで引っかかったんですあ、そうなんだ、ね、アナルダメなんだね。とか、あとあのオウム真理教の白ずくめにして、うん、1ヶ月ぐらいずっと飛び跳ねる配信とか。あ、あのね、朝原のね、朝原の音楽の話ならずっともうそれしかしないみたいな、うん、飛び跳ねてあ、そうなんだ、ずっとやるようとかをやりよったら結構。それも番なの。それも永久番なんです。
厳しいね。いやTikTok 厳しいですよ。TikTok あんまやってないから分かんないけど。なんかもう発言一つでも、その今のアナルだけでも影響がないです。いや、そっちの方が。あ、そうなんだ。YouTube がどこまでその発言大丈夫なのか分かんない。YouTube はあのコロナとかさ、はいはい、ああいうの厳しいよね。ああ。だからあんまりコロナ、はい、そのコロナに対しての深掘りするようなこう、はい、話をしてたらバンとかになる。へえ。逆にでもそういうやっぱネタにしちゃいけないっていうのはあるんですか、うん、その行政的な問題で。うん。でもだから、はい、コロナの話題がダメってことはさ、はい、逆に言うとそういう陰謀論じゃないけどさ、はい、このやっぱおかしいってことだよね。だって別になんでここコロナの話題がダメなのってことじゃん。本当ですね。結局 3.11 の大地震とかもさ、はい、そうだけどさ、ああいうのも陰謀論があるけどさ、はい、ああいうのも触れたりすると結構うるさいんだよね。やっぱそのもう国が関わることやったり行政が関わることっていうのも一切だから裏があるような、はいはい、そういう陰謀論みたいな話は結構やばいよね。バンになっちゃ う。インスタグラムもそうですね。あのスーパークレイジー君との撮影したやつ引っかかるんです、うん、誰スーパークレイジー君。あの多田議員元の、うん、宮崎出身の、うん、まあいるんですけど、うん、で元暴走族でその特攻服着てずっと議員に参加した人があって、うん、あ、そうなんだ。その人と、まあ、一緒に撮影した分をインスタグラムに上げたら引っかかるんですよ。へえ。で、なんか、うん、出ますね、まあ、なんか、あ、そうなんだ、ダメみたいなガイドライン的な問題で。あ、マジで。はい。へえ、そっかそっか。なるほどね。とかやっぱそういうのは難しいかもしれない。あ、あれはドリンクバーだからなんか飲み物、うん、見てますか。あ、俺さ、なんかウーロン茶みたいなのあるからさ、ウーロン茶みたいなの、ソーテー茶みたいなのあるから、何でも炭酸、何でもいいです。かわいいね。これでラッパなんだ。ラッパです。売れてるでしょ。じゃあ、いや、売れてはいないけど、一応フランケンさんとポニーさんとリュウちゃんに聞いて。フランケンさんって誰？俺全然知らないんだよ、詳しくないんだよ。築地のフリースタイルダンジョンって流行ってるじゃないですか、うん、で、早口ラップをする、うん、フランケンさんって、うん、その人と、まあ、有名な人がいるんだ。最近一緒に曲を出してて、フィーチャリング。そうです。すごくない？いや、結構、そうですね。あの一緒にもやってんの？一緒に曲、今から作っていこうかな。あ、そうなんだ。はい。じゃあちょっと後で紹介するんで。はい。だからそれこそそのレペゼン の、 その炎上万博に出て、うん、まあもともと知り合いだったんですよ。で、うん、マルとホイが夜仕事を一緒にしてたんで、うん、その結構言ってくれるんですよ、社長だからこう、うん、コメントで、うん、その影響力はすごいあったかなって。そうなんだ。はい。なんでそこからこういろんな SNS とかインフルエンサーの人が広がっていって、うんうん、でまあ、そういうのがあり、うん、多分一緒に曲をしてくれるんで。ああ、そういうことだね。はい。じゃあもう初めからちょっと戻って、はい、全然話戻っちゃうけど、はい、何俺のことは何もともと知ってたんですか？知ってます。あ、追っかけてました。あ、そうなの。はい。いや、すごいやっぱ気になるじゃないですか、その、うん、正直、まあ、自分も結構どっちかっていうと反射寄りだったんですよ。25歳まで通帳が作れず、うん、もう何もできんような状況だったんで、うん、まあで自分たちがやっぱ20代入ったぐらいの時に、うん、タイソンさんのこう YouTube が流れ始めて、うん、やっぱ影響力っていうか、まあ、うん、近野圭さんから始まりっていう感じだったんですけど。なるほどね。はい、そうですね。で、そこからやっぱめっちゃ気になるじゃないですか、その青白王子がこうやっていきなり出し始めたりとかしたんで。青白はどうでもいいんだけど。はい、うん、で、ちなみにその、うん、圭さんとの仲っていうのはどんな感じなんですか？圭さんとの仲は、昨日か、はい、おとといか動画上げたけど、はい、もう今はもう絡みはないね。あ、まあ、いろいろあって。やっぱそうですね、その辺まで追っかけてたんですよ。うん、そうそうそう。ついおとといか、はい、おとといその圭さんに対しての動画を上げたんだよ。はいはい。まあ見てくれれば分かると思うけど。そうそう、時間ある時に見てみて。あ、見てみます、うん、いやでもすごい、なんかそのイメージしかないじゃないですか。もうめっちゃ怖いっていうか、こうアウトローのイメージしかなくて、いろんなアウトローの人とか見てるんですけど、うん、なんかこう
何かもう福岡とやっぱこっちの関東だったら、うん、関東って怖いイメージしかないですよ。あ、そうなんだ。で逆なんですよね、福岡のやつがこっちに来ると関東の人が福岡の人が怖いイメージしかない。うん、そうそうそう、あ、ありがとうね、はい、そう、あ、福岡とかの方が気合入ってるような、はいはい、こっちからすれば感覚悪いよ。でも逆なんだね、お互いに。お互いに逆で、どこ行っても同じだなっていうのは、うん、ただちょっとその違うなっていうのは、うん、やっぱ大阪とか東京に来ると、うん、悪そうがビジネスっていう思考があります、うん、詐欺だったりとか、まあ、そっちの方が主に注意されてるっていうか、うん、そうだね。なんかもう、なんていうんですかね、福岡の方は、うん、そのビジネス的な悪そうじゃないんですよ。あ、そうかそうか、そこまでそのお金をお金お金してない人が多いんで、うん、なるほどね、はい、俺もそんなお金お金してこなかったけどな、俺喧嘩ばっかだったから。ああ、そっちも、うん、そうそうそう、そういう詐欺とかさ、はいはいはい、そういうことをやったことないから、うん、いや、いないです。いや、なんかその、まあ、悪そうのジャンルってめっちゃ幅広くあるじゃないですか、うん、どういう方なんだなっていうのがすごい気になる。あ、なるほどね。自分もどっちかって言ったらそのめちゃくちゃ喧嘩負けてきてるんですけど、うん、多分本当に500回以上は喧嘩してます、ね、おー、すごいじゃん。ストリートででも、ほぼほぼ負けてます。あ、そうなんですか、はい、ただその喧嘩するだけで何回も同じ相手が踏まえていくんで、うん、こうもう相手が面倒くさがって、うん、結構引いてくれるんです。ああ、なるほどね。っていう感じで、うん、まあ、じゃあ結構やんちゃなあれを過ごしてきたんだね、一応。やん、まあまあそうですね、うん、その常識的ではなかったです。うーん、そのもう環境が環境だったんで、うん、常にこう誰かがパクられる環境に出ていたんで、うん、で今埼玉でしょ。そうです、そうです。いつ出てきたのこっちに。こっちは6月です。6月にこっちに来て、うん、あ、最近？最近です。その前ずっと福岡だったの？そうです。あ、そうなんだ。福岡で、まあその普通に真面目に働こうと思って、うん、真面目にしてて、で一回結婚してたんですよ。うん、で、まあみんなと縁切れて、その、うん、TikTok でそうなって離婚されて、うん、もうこれしかないと思って、結構その老けてない。部分とかあるんで、うん、血が立てない部分とかあるんで、まあ、有名になって絶対にこうどっかで返すとか。なるほどね。あ、有名になりたい、そういう野心があるんだ。そうですね、もう有名になってどうにか返そうっていう。あ、そうなんだね、はい、普通に働いてもその対応できないところとかがあるんで、うん、なるほど、ね、はい、そういうことだね。そうですね。そっかそっか。でもやっぱその普通に今までとやっぱ名前がこう知られるのと全然違うですね、うん、まあ地元ではもうずっと知られてたからあれだけど、はいはい、まあでも外録チャンネルっていうのにバズってて、はい、それでバズったんだよ俺。へえ。そう、めちゃくちゃバズって200何十万再生いって、はいはい、それから本出して、はい、YouTube やってとかっていう流れなんだけど、だから1日で声かけられない、誰にも声かけられない日がまずないんだよね。そうですね。そうそうそう、どっかしら歩いてれば、はい、大蔵さんですかって言われて写真撮られてみたいな、そういう環境だから、なんかなんつうんだろう、まあ、結構これいろんなとこ行ってんだけど、はい、なんかおちおち達成もできないなみたいな誰が見てるか分かんないから、徳さん大蔵さん、なんか写真撮られたりもすんのよ、隠し撮りとか。そういうのもなんかいろいろネットで上がったりとかして、はい、まさかタッションしてるところとか撮られたりとかしてさ、はい、別に、まあ、別にタッションぐらい音がするけど、なんか気になるよね、もうね。周りの目が、あと、なんつうの、こう、人混みで歩いてて、目線で話しかけては来ないけども、はい、あ、俺のことこいつ知ってるあれだなっていうのが分かんのよ。はいはい。そう、雰囲気で、そうそうそう。目線で、今日も新宿とかいたんだけど、はい、いろんな人をすれ違ったりとかしてさ、あ、絶対これこいつ俺の知ってるなってもう分かるんだよ。いやいや、もうそうそうそう、いやでもそうですよね、もうほぼほぼ知ってる、うん、本当になんかちょっとした B 級アイドルとかよりはもう有名じゃん、はい、ある、はい、あれですね、
いやもうなんかこうインフルエンサーがバーってあれしてる中で、うん、そんだけ取り上げられてるんで、うん、もうめちゃくちゃ有名です ね。そうだね。だからすごいこう、うん、でもいい、はい、なんか自分が思い描いたあれとは違うんだけどね。その俺メディアとかに出た、その目立ちたがりじゃなかったから、はいはいはい、そのまあなんつ元から喧嘩とか強くて悪くて、はい、地元ではこう有名だったけど、はい、別にそれもなんつうの、自分の名前を売りたいとかそういうのじゃなくて自然に売れていっただけで、はいはい、そんでその外録チャンネルっていうのに、あの後輩からその外録チャンネルっていうのがあって面白いからあの出てくださいよ、はい、なんか軽く言われたの。それまでメディアとかに一切出たことないんだけど、はい、あ、一回あるか、ナックルズに昔あるんだけど、はい、まあ、それ以外になくてで、いいよっつって軽く返事したらすぐそのディレクターから外録の電話来て、はい、じゃあいついつ出演してくださいっつって、その出演したのが大バズりして、はい、だから今まで俺の名前例えば床山大尊とかって名前は聞いてたんだけども、はい、都市伝説的な感じで、そうあの姿形は分かんないわけ。そうそう、それを急に、あ、本当に実在したんだみたいな感じでドーンって出たから。だって外録チャンネルってあの芸能人とかもいっぱい出てんだけどさ、はい、その中でも総再その再生回数トップ3になってるから、これやばい。そうそうそう、数々の芸能人を差し置いて、はい、トップ3に入ってるの、すごくない？いや、すごいっす。いや、それはでもその影響力は本当。そうで、外録チャンネルってあれノーギャラなんだよ。え、そうなの？ノーギャラなんだけど、はいはいはい、もちろん芸能人もね、はい、みんなノーギャラなんだけど、すごいバズったからもう一回2回目出てくださいって言われたの、はい、そしたらその時はもう、あ、これ言っていいのか、こっそり前回超バズったんで今回ギャラ出しますっつって、こっそりギャラで俺くれて、はい、そうそう、いや、それなんですよ。なんでコラボの話が来た時に、うん、今自分あの今週から仕事始めてるんで、あ、そうなの？あれなんですよ、うん、本当にお金ないけど、うん、これ後で請求されるようなことねえよなってすごいすごい勘ぐったですね。結構いろんな経験してるんで、うん、そんなしないよ、はい、いやでも逆にそうなったらそうなったで動画をやった時にまあどうにでも言いようがあるかと思って、うん、いや分かんないじゃないですか。やっぱそのそんくらいやっぱなんていうんですか、悪いイメージでしかない、うん、そうだね。でも、はい、ギャラ払っその、まあ、人によるかな。ギャラ払ってくる、なんか勝手に払ってくれる人もいるし、そうですね、やっぱ、うん、そう、別に俺は別に自分から請求とかそんなことしないけど、そうそう、だけど一番多い、なんかね、10万ぐらいくれたやついたんだよね。へえ、そう、10万、なんか、はいはい、コンタクト来て、はい、DM で、はい、で全然よくわかんないやつだったんだけど、はい、なんかでも不良っぽいやつらで、で、なんか出演してくださいっつってギャラ10万出すんでっつって本当に10万くれて、はい、いやでもそんくらいはもらっていいと思うんですけど、ね、いや、それ以外ギャラとかもらったこともない、ないけどさ、俺、うん、そうなんですか。そうそう、ないね、別に自分、そんなんつうこれ公開したらめっちゃくるんじゃないですか。だから別にこれ基本的に誰でもウェルカムだし、はいはい、そう、まあ全然別に、なんだろう、別になんか半分遊びでやってるから、はい、うん、そうそうそう、その本業があるわけじゃん、はい、片手間で遊びでやってるだけだから別に、でこうやって、はい、例えば俺のチャンネルやっててさ少しでもさ、はい、なんていうの、こう知ってもらってさ、いやいやいや、もう今回そう、ね、とかあったらそれでいいじゃん、それで。俺はそれでいいんだよ。コラボって言ったらめっちゃみんな、うん、やばみたいな、うん、みたいな感じになって、うん、で自分もそのみたいな、こんな夢みたいな話あるっていうぐらい、うん、いやマジで未だにこう興奮がやばいです。そうそう、会場で興奮、すげえ興奮してたの。喧嘩バトルライアルのそうそうそう、タトさんですかって来て、すげえ何回も握手してきてさ、いやだってもうなんていうのかな、もう男のロマン、ね、その多分ね、すごい熱かったんだよ。マジでその悪いことしようやつらとかのそのロマン、ここに行きたいっていうのは本当にあると思う。
ある意味ね、もうそのこっち系のもう頂点といっても過言ではないぐらい、はい、そうですね、一位に来たから、そうそうそう、もう正直そのタイソンさんとか、うん、まあ、ケイさんってすごい、うん、やっぱりそこの頂点じゃないですか、もうメディアに出た本当に悪かった人、うん、なんでやっぱりやるからにはこうなりたいっていうのが強かったんで、ああそっかそっか、まさか喧嘩バトルロイヤルで会うとも思わないし、うん、逆にもうあんな風に突っ込んですみません、うん、うん、全然全然いいよ、俺だってあの日何人写真撮ったか分かんないもん、自分行った時結構動揺しとったんですよ、うん、みたいな結構がっつり、うん、すげえ来るからさ圧がすごい、そう圧がすごい、熱量がすごかったんだスパ終わって、マリ心がこうあれしとったっつって、うん、前見たらタイソンさんもいるさあ、みたいな夢があったよ、えってなって、とりあえずもう写真撮ったら、そうそうそう、ね、いやいやいや、マジで嬉しいです、うん、もうこれはちょっとマジみんなにこうあげたいですね、うん、ね、はい、で俺の概要欄とかにもあの、え、いいんすか、貼っとくから YouTube のリンクをさ、めっちゃ嬉しいです、ね、多少、はい、え、登録者とか今どんぐらいいるの、登録者400人とかなんですか、あ、400人でもその YouTube っていうか音源を上げたのが、うん、その3ヶ月前にからなんで、うん、あ、3ヶ月前からじゃ始めたってこと、そうですね、うん、じゃあこれからだね、そうですね、これからですね、とりあえず1000人いけば、はい、あれあるじゃん、収益化の条件がさ、はいはい、1000人以上と総再生時間、はい、4000時間だっけ、400時間だっけ、4000, だから4000時間とか、そうだね、まあ、時間はね、あのいずれクリアするけど、やっぱ登録者数がさ、はい、1000人超えると結構レベル高いじゃん、はいはい、そうだけど、まあこれで少しでもね、俺の見てる人が流れてくれれば、いやいや、マジであれです、うん、結構、これ動画後で切り抜いて編集してあげても大丈夫ですか、いいよ、あ、いいっす、うん、ありがとうございます、いや、あ、これを、そうです、 あ、そっちでは撮んないの、こっちはこっちで撮っていいの、あ、そっちいいよ、撮って、これは俺でこれ別にあげちゃうから、 ありがとうございます、うん、そうそう、あ、じゃあこっちはこっちで、まあ、ね、じゃあちょっと彼女もね、彼女さんも、彼女さんというか彼女じゃないけど、あのね、ラッパーの彼女さん、どうも、サムライです、ね、え、年、あ、年って失礼か、え、地元どこですか、地元は茨城県なんですよ、あ、全然違うんだ、はい、全然違います、でも茨城ではそんな活動してなくて、今どこに拠点をあれなんですか、今埼玉なんですけど、あ、埼玉なんだ、埼玉で、でも拠点というかライブによく出させていただいてるのは、うん、渋谷が多いです、へえ、すごいね、全然すごくラッパー聞いてみたい、え、YouTube とかはやりたいんですか、 YouTube に音源、あの、MV、してます、 MV 載せてます、え、これ、あとで教えてください、3回ぐらいいいですか、はい、聞いてみたいですね、ぜひぜひお願いします、3曲ぐらいどんな感じ、 MV はあります、いや、めっちゃかっこいいですよ、やっぱ、あの、女性のラッパーで、うん、やっぱりラップが上手いんで、あ、そうなんだ、はい、なんかちょっと、あれですけどね、なんていうか、うん、なんて言うんだっけ、そういうの、どうする出てこなくなった、俺もラップ始めたんだよね、ラップを始めて、はいはい、そうそう、もう1曲目今出したんだけど、出したというかもう音源ができて、え、それ乗っかっていいですか、え、だからあの来週か、来週ミュージックビデオ撮って、はい、そこから配信するんだけど、で、2曲目はもう今作成中なので、はい、だからなんかタイミングがあれば最初にフィーチャリングとかさ、え、それちょっと熱くない、マジで熱いですね、まあ俺は全然ど素人だから、はい、いや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 、ね、あれだけど、ベテランっぽい、いや、雰囲気だけね、そうそうそう、勝手に何十曲あるイメージで、そうそうそう、雰囲気だけ一番なんだ、マジで、でも本当そうっすよね、いや、自分ずっとどっちか分かんなかったですもんね、うん、ラップもやってそうな、いやいや、本当にこの前、つい先週か、はい、先週レコーディングして、はい、完成して、で、ちょっとフライングで YouTube に上げちゃったんだよね、はい、アップしちゃったの、曲を、はい、で、今はもう削除したんだけど、あの、ちゃんとミュージックビデオ撮って、ちゃんと配信するまではまだ載せないでねって先方に言われたから、はい、消したんだけど、でもあの、結構反響良くて、いやいや、いいですよ、そう、思いのほか
すごい歌うまいですねとか、結構なんかなんか反響良かったから、真面目にやってみようかなみたいな、そっちもね、はいはい、うん、いやいやいや、もうでね、嬉しいことに知名度はもともとあるからさ、はい、普通の何でもないやつが始めるよりはさ、あ、そうです ね、うん、だから、みんな聞きたがりますか、そういやー、マジでちょっとじゃあやろうよ、はい、やりましょう、マジ嬉しい、俺でよければね、俺今素人だから、逆です、うん、もう逆にこの早い段階でタイソンさんとやれるってめっちゃ嬉しいです、うん、ねえ、なんかすごい、うん、そう、あと俺女の人ともやりたかったの、あ、いいですか、そうそう、全然本当ですか、そう、めちゃくちゃ女の人ともなんかそういうやりたくて、お願いします。1曲目さっき、今回出したのは、まあちょっと俺のヒストリーを語ってる感じのリリックなんだけど、うん、ちょっとこうまだちょっとメロディっぽい、メロディアスっぽい感じのやつなんだよ、ね、あ、そうなんですか、で次自作が、うん、もうゴリゴリのギャングスタラップみたいに出すんだけど、また雰囲気を変えて、そうだから、で今度女性とまた違うラブソングみたいに出してとか、うん、結構いろんなのや、いろんな雰囲気のちょっと出したいからさ、はい、そうそうそう、いやいや、もうギャングスタラップのからしてくださいね、何て言うんですかね、そのまあ5年前ぐらいに、うん、5人で、うん、そのラップグループ、はい、あ、やってたんだ、はい、やってて、そこでちょっと5人でやってて、うん、まあみんなあの、まあ、粉系ですごいやられてたんですよ、うん、で そこで、まあ、カングリアって、うん、トラブルっていうか、で一人ちょっと喧嘩バトルロイヤルシーズン2に出てる、うん、藤田雄大っていうんですけど、うん、と、まあ、自分が揉めたっていうか、まあ、向こうが一方的にカングって、うん、でおかしくなって、まあ疎遠になったんです、うん、自分がもう結婚するのを踏まえて全部縁切ったんで、あ、で炎上万博出て、うん、そのインスタから DM 来て和解したんで、うん、まあ、本当に今回こう東京はめっちゃ良かったな、でタイソンさんとの今回の話をしたら、うん、もうめっちゃ楽しみにしてました、みんなもうやっぱりそっちのなんていうんですかね、黒い人たちっていうか、うん、グレーな人たちは、うん、すごい反響あります、ね、あ、そう、はい、今俺サトル君とも仲いいからさ、いやーもうそうですよね、そうサトル君もね頑張ってるもんね、すごいっすね、うん、ナイスガイだし、すごいっす、やっぱ彼も不良やってて、なんつうの、まあ26歳だっけ、はい、結構まだ26歳って結構まだイケイケで、なんかあれだけど、ちゃんとやっぱ不良だから礼儀とかも正しいんだよね、うん、キャラでさ、キャラでああいうふうにガーッと うん、まあ、やってる部分もあるけど、やっぱこうちゃんとプライベートだと、こう年上はちゃんと敬うっていうか、しっかりしてるなと思って、うん、でもやっぱその逆に言うなら、うん、そういう経験をしてきてる人って、うん、その相当若い時に先輩たちに、そうもう叩き込まれてるから、うん、そう何もない人たちが、ホットデの人の方が怖いです、ね、そうなんだよね、正直、そう、本当そうそう、どこまで、どこまでもこうやっていいって勘違いしてるんで、うん、女の子のラッ、女性のラッパーはどういうこと歌ってるの、どういうこと、どんな感じ、例えば俺だったらさ、我だからさ、パパ活最前線、なんでパパ活パパ最前線っていう曲は最近、あ、そうなの、カラオケにも上がってる、新しいのはパパ活最前線っていう、世間のパパ活の事情を歌って、うん、あ、そうなの、それでフランケンさんがパパの役で、うん、パパ活女子の、あ、そうなんだ、気持ちを歌って、あ、ミュージックビデオちゃんとあるの、あります、あ、じゃあ後に見させてください、お願いします、うん、あとは私ラップ続けるために離婚して、うん、その中で自分の自分のその気持ちを歌った曲とか、あ、そうなんだ、はい、何曲あるの今、曲数的にはリリースしてるのは13曲です、ね、あ、そんなに、一応アルバムとして、すごいね、いや、そうですね、まだめちゃくちゃすごいじゃん、じゃん作りたいんでねえ、じゃんじゃんやってほしいね、じゃんじゃん、まあ2人とも俺の概要欄にリンク貼っとくんで、ありがとうございます、皆さん見えてる人チェックしてください、チェックしてください、ああ、ちょっとね、まあ俺のチャンネルは適当に、まあ、はい、こんな感じで、すみません、ありがとうございますね、あとなんか大丈夫、なんか
宣伝したいこととか言いたいこととかあれば何でもいいんだけど。まあとりあえずその、うん、僕は音源を聞いてほしいっていうのと、うん、まあそのタイソンさん、うん、あの僕ら世代の本当に夢の人なんで、うん、それはみんなに分かってほしいな、うんうんうん、本当にあの知らないところで、うん、勝手に夢見られてます、うん、勝手に多分女の子とかも一人でやってる可能性がめっちゃあります。マジかよ、はい、マジだよ本当に、はい、おかずおかずになってます俺おかずになってる多分あの知り合いとかは絶対に顔つき的にモテないと思うんです、うん、知り合いからは、うん、顔はすね、うん、でも知らない人からすると、うん、多分すごい興奮されてます本当俺おかずにされてんだそうですね初めて知った今いやおかずにされてますあそっかそっかそんくらいマジでマジでみんなをこう全然おかずにさせてくれますおかずにしてください皆さん女性の皆さん大丈夫最後になんか大丈夫ですか最後に、うん、そうですねちょ、まあ、とりあえず音源を聞いてほしいよねそうですね音源を聞いてください、うん、あとは私も TikTok やってますんで、うん、フォローとかしてあそうなのはいインスタもやってるでしょじゃインスタももちろんやってますあとでフォローしましょうはいお願いします、ね、もうフォローしてゲストはもう出させていただきますあ本当にあごめんじゃああとで承認して俺もバックするんでじゃあちょっと俺の、はい、こんな感じで俺の締めるんで。ありがとうございます。あとは、おつまいクロフォン君の、はい、チャンネルで。チャンネルの方で。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。